なんか買っちゃうか。やっぱバビコだけど、あと33ゴールになっちゃう。不安だな、金がねえな。え、どう受けばいいんだっけ。よし。この間パピルスと戦って、この奥行けんだ。もう邪魔しに来ねえだろうからな、パピルスも。おー、進める進める。で、これ凍ってんのかな？湖が。おー、すげえ。滝の裏じゃん。こういうギミックいいよね。なんか落ちてる？金目のものじゃないのか、これは。金目のものをくれ。30円しかねえで30円。すげえ急か。ヘアピンカーブをぬるっと曲がってったな。やべえ、奴がいっぱいいる。あ、こいつこの間もいた子供じゃん。おっす。お前もこっそり街を抜け出して、あの人に会いに行くのか？だよな。超絶かっこいいもんな。アンダインのことかな。俺大人になったらあの人見たくなるんだ。あ、そうそう。父ちゃんと母ちゃんには俺がここにいたこと内緒な。ははまあ、多分俺が街に戻ったらこいつも戻ってるんだろうな、自動的に。こいつ、ファンキーすぎる。パンクすぎる格好が。これはエコーフラワーだ。話しかけると最後に聞いた言葉を繰り返す。右の青い花ってこと？まず、その青い花の前にお前の方が気になるからお前の説明してくれよ。説明なし。金魚鉢から金魚生えてきてんだよな、これ。攻めてるようなデザインか。デザインが攻めすぎてる。これはエコーフラワーだ。え？なんか遊べねえの？エコーフラワーで。遊べねえんだ。ファービー人形みたいなこと？ストレスセーフして、流れ落ちる水の音を聞いて決意が見えきった。セーブしましょう。滝のチェックポイントね。で、サンズよ。何してんだ、こんなところで。どうかしたか？おいら仕事を掛け持ちしてんのさ。いろんな仕事やってますね。おかげで休憩時間も2倍。いや、そうかな。いや、働く時間が単純に2倍になると思うんですけど。今からグリルビーズ行くから来るかい？グリルビーズ？行く行く行く。そこまで言われちゃしょうがない。仕事を切り上げていくか。適当だな、サンズ。何、グリルビーズって。こっちだよ。おいら近道知ってんだ。そういう街なのかな、グリルビーズ。あー、ほらもう着いた。あれ、グリルビーズってあれか、前行った酒場じゃん。戻ってきちゃった。みんなお疲れ。戻ってきちゃったよ。サンズチッス。サンズ元気さ。お、サンズが案内してくれんだ。サンズ調子はどうだ。サンズいらっしゃい。めちゃめちゃ喋るんだな、あの帽子みたいなやつ。ウサギの。サンズついさっき、朝飯食いに来たばっかじゃないか。スケルトンのくせに食いしん坊なんだな。全部食ったもん、脇腹の間から出てくるだろ。最後に食いに来た朝飯は30分も前だぜ。ブランチならついさっき食いに来たけどな。時系列どうなってんだ。つくて。まあ、座れよ。お酒飲むのかな、こいつ。出た、ブーブークッション。ブーブークッションの音汚すぎるだろ。ブリブリブリ、ベチャベチャベチャだったじゃん、今。どっかのアホがブーブークッション仕掛けたりするからな。じゃあとりあえずオーダーしようぜ。おい、でもブーブークッション最初に仕掛けてきたのサンズだよな。何食う？え、ポテトとバーガー。で今結構腹減ってるからがっつりバーガーかな。ここのポテトもどんな感じか気になるけどな。両方食いたいけどバーガーにしとこう。あー、いいね。よ、グリルビー、バーガー2つ頼むぜ。あ、やっぱこのメラメラしてるインフェルノみたいなやつがグリルビーなんだ。思いのおかスタスタ動く。あれ、お酒並んでるよ、やっぱ後ろにね。ところでさ、あんたどう思う？パピルスのこと。生きてる、ダサい。おい、実の兄貴の前にして、ダサいとは言えないよ。ダサくはないよ、別に。生きてるともあんま思わないけど。まあ、可愛いっていう選択肢が欲しいよな。生きてるわ。まあ、当然だな。あんたもあのコスチュームを着れば生きてるスターになれる。ほぼ全裸じゃなかった。スカーフだけでしょ、たなびいてるの。あいつよほどのことがない限り、あれを脱がないからな。あ、でも安心しな。ちゃんと毎日洗ってるから。着たままシャワー浴びてるって意味だけど、服と体同時に洗うタイプの人ね、たまにいるよね。たまに、いや、ほんとガチだし、たまに浴槽で洗濯してるやついるよな。飯が来たぜ。ケチャップかけるか。うん、バーガーにかけるのかな。ポテトにかけるけど、ケチャップはいいや。入ってるしょ、もともと。じゃあ、俺らが全部もらうぜ。飲むんかい。飲むな、飲むな。ケツかくな、そして。特徴が多すぎる、こいつの。パピルスだけどさ、あいつが頑張り屋なのは認めるだろう。うん、まあそれはすごい。いろんなパズル作ってたしな。ロイヤルガードになるために地道に努力してるしさ、ロイヤルガードになるために人間を捕まえようとしたわけだよな。
ある意味ちょっと道を阻んでしまったわけだ。あいつロイヤルガードのボスの家まで行ってメンバーにしてくれって頼んだんだぜ。まあ当然相手にされなかったけどな、夜遅かったから昼間行って。でもあいつは朝まで家の前で待ってたんだ。おお、粘るね。そのやる気を買ってボスも訓練してやるって言ってくれた。そんでまあ未だに訓練中ってわけだ。ああ、じゃあまあ頑張ってんだ普通に。いいじゃんいいじゃん。え、そうそう、一つ聞きたいことがあったんだ。何、急に改まってな、どうした。スポットライト、言葉を話す花って聞いたことあるかい。聞いたことも何も、一番初っ端出会ったやつだよな。あの腹の立つ黄色い花でしょ。あるある。そっか、もう知ってたか。そいつはエコーフラワーっつって、あれ、さっきのエコーフラワーの話。沼地のあちこちに生えてる言葉を話すというか、最初に最後に聞いた言葉を繰り返すファービー人形みたいなやつでしょ、エコーフラワー。この穴に声かけるとその言葉を何度も繰り返すんだ。だからなんだって。パピルスがさ、この前変なこと言ってたんだ。一人でいると時々花が一輪現れて話しかけてくるって。薬やってんのか、ファビレス。褒めてくれたり、アドバイスくれたり、励ましてくれたり、予言をしたりするって言うんだけど、おかしいよな。きっと誰かがエコーフラワー使ってからかってんだ。なるほどね。あんたも気をつけといてくれよ。頼んだぜ。そういうことしてくるやつは今後出てくるのかな、じゃあ。エコーフラワーを悪用してな。さてと、ずいぶん長いこと休憩しまったぜ。仕事が山積みなのに、あんたが引き止めるから。引き止めましたっけ、私。まあ、そういうことにしといてやろうか。おいら金欠だから、お勘定だね。え、やばい、俺30ゴールドしか持ってない。1万ゴールド、大阪のおばちゃん。いいだろ、ふざけるな。なんてな。グリルビー、今日もツケにしといてくれ。え、ツケにしてくれんの、サンズの、サンズのツケ。あ、それとなんか言おうとしたけど忘れたからいいや。サンズって名前、サンズの川から来てんのかな、今ふと思ったけど、何をきっかけに思ったのかわからん。グリルビーがね、お食事はもう冷めてしまったと思います。だってさ、あ、横の鳥が代わりに話してくれてんだ。これ食べたの、ちゃんと。もったいない、美味しそうなバーガーだったのに。会話変わんのかな、これ。サンズはこの店で一番の常連さんだよ。最近あんまり来ないけどね。めちゃめちゃ来てるらしい。30分前にも1回来てるらしいじゃん。それでもあんまり来なくなった方なのかな。出たよ、話は変わんないかな。サンズがこの街で慕われてるっていうのは分かったな。むしろサンズの方がパビルスよりロイヤルガールにふさわしいみたいな、そういう感じなのかな。サンズはよく分からんやつだ。人には散々うまい食い物を教えるくせに、自分はいつもこの店で一番まずいバーガーを注文すんだよ。バーガー一番まずかったのか、ポテトにしときゃよかったね。しくじったな。で、結局帰ってきちゃったよ。遠回りだなぁ。まあ、行っちゃうか。もう一回、滝の裏へ。これまたサンズに話しかけたらさ、ねえ、またグリズリー行くかってなるんじゃないの。また一緒に飯でも食おうぜ。あ、終わりか。ちょっと寂しいな。ん？何？石？ひよこまんじゅう？ひよこまんじゅう落ちてきてるけど。石みてえなひよこまんじゅうが。これは異次元ボックスです。あ、そうだね。一体何のために？え？箱に入ってるもの使えないの？一体何のために？箱に入ってるアイテムは使えないのに。アンチボックスあるより。あ、ここに入れっぱなしにしてたらどうせ使えないのに、みたいなことか。いや、まあまあまあ、それはそうだけど、他の場所と共有できるってのは強いよね。あ、これ何？あ、これが柱になってるのか。え？これ当たったら死ぬ？もしかして。ここだと？あ、ここだと、流れてこない。ちょっと当たってみたいな、そうなるとな。なんだよ。上通るんかい。頭上をすり抜けてってる。なんだ。あ、なんだっけ。あそこには絶対何かあった。落ちてくる水の裏側だ。誰か予言してんのか。メッセージ残してくれてるな。落ちてくる水の裏側、こっち、あー、いけるんだ。おー、なる、そういうことね。なんだ、ちゃんとぶつかるシステムあったわ。そういうことか。落ちてくる水の裏だから。わー、むず、これむずいぞ。法則性あんのかな、ちゃんと。あるよね。どっかアンチあると思うんだよね。真ん中だな。
これ流れたら行く。よし、ここアンチでしょ。この裏。おーおーおお、綺麗なの落ちてる。何これ、チュチュが落ちてる。チュチュって何、拾っちゃおうか。お風呂のチュチュを手に入れた。チュチュ、ピュッピン。何これ、かわいい。かわいいけど、ついたり消えたりするだけか。光ゴケ的な。ちょっと待ってくれ。お風呂のチュチュ。あ、ディフェンス10。ようやく手に入れた防御力の高いアーマー。チュチュってなんか、あれシュシュって言わないっけ、なんか、ふわふわのなんかつける、女の子がつけるやつ。あれじゃなくて、どういうこと、チュチュって。まあ、いっか。装備しよっか。これ装備して、小馬鹿にされないかな。装備した。で、3上がったから、まあ、プラスだな。大成し、よし。あ、え、おしゃれな影。月明かりを指してんのかな。この洞窟のこの光があるから、おお。影がある。この年にしても影、人間の影を味わってしまった顔をしてるな。表情が。この洞窟、え、何こいつ、お、パピルス。アンダイン隊長。お、アンダインか、あれ。めちゃくちゃ強そうだな。ギリシャ重装歩兵みたいな。今日の任務の報告に来ました。そのさっき電話で伝えた人間のことなんですが。え、戦ったのかって。もちろん戦いました。実に勇敢に。え、捕らえたのかって。その、一生懸命頑張ったけど、逃げられちゃって。え、人間の魂を取りに行く隊長が。わ、いよいよアンダインお出ましか。でも別に殺さなくたって。だって友達になっちゃったもんな、パピルスは。友達というかデート相手。パピルス板挟みになっちゃったな。難しいぞこれは。はい、全力で手伝います。いやー、でもパピルスは守ってくれると思うよ、俺のこと。こんなところで何、すぐバレるやん。お、怖っ。あ、ここ繋がってたんか。何その光の矢、光の槍。動いたらやれるな、これ。思いのほか怖えな、BGM が。あ、気づかなかったか。危ないとこやぞ。おぉ、消えた。かっちょええ、アンダイン隊長。え、どういう、え、地形どうなってんのこれ。あ、壁の上なのかな、これが。なんか、アンダイン普通に越えてきすよ、越えてこようとしてたよね。この壁で、上でなんか話してたのか。ちょっとわかりづらかったな。あ、お前ついてくんの？どうすんの？帰った方がいいよ。やべえな、見たか？お前を見るアンダインの目。見てたんだお前も。やべえよ。引かせたよな。マジ最高じゃん。わかる？いいなぁ。なんでお前だけあんなに注目されてんの？はは。いいなぁじゃないよ。命狙われてんだよ。行こうぜ、アンダインが悪いやつぶっ飛ばすとこ見に行こう。かわいい。ついてきてくれんのか、あいつ。いいやつだな。まだ恐怖で体が震える。それでも決意がみなぎった。どうやって絡んでくんだろう。なんか俺の身代わりだって、あの黄色い恐竜がさ、やられちゃいそうで怖いな。足場の種は水面に打つ並ぶと花を咲かせる。はあ。足場の種？あ？あ、なるほど。なるほど。バイオハザードのギミックだ。バイオハザードであの木箱を並べるときのギミックと同じだ。で、これ並べんのね。花を足場にするってなるとなんかな、狼とか思い出すね。あら、綺麗。かわいいじゃん。おしゃれなギミックですね。このダンジョン全部綺麗だな。あ、敵出るのか、久々に。なんだこいつは。アーロン。上半身馬の下半身蛇か、これ。どうなってんだ。いや、でも魚っぽいよな。アーロン。謎だな。ポーズを取る、追い払う。あ、ポーズ対決するか。マッスルポーズ対決。筋肉をピクピクした。アーロンは2倍ピクピク。あ、2人ともアタック上がった。怖っ。筋肉自慢。よーし、その顔文字やめろ。どうする？うわ、汁飛ばしてきてる。汁飛ばすな。筋肉汁飛ばすな、筋肉汁。ポーズ取るあんまよくないのかな。追い払うにしてもでもちょっとあれだよな。ポーズ取りまくろう。もっとピクピク。3倍ピクピク。すごい、でも負けないよ。その顔文字決めつんだ。やめろマジで。3倍ピクピク。ああ、やった。
こちら筋肉を見せるのを待っている。俺が見せたらいいのか。見せるってどうやんだよ。筋肉を見せる、そういうどういうこと。筋肉が見たいの。いや、ポーズを取れば筋肉見せてることになるんじゃないのか。ピクピクさせてるやん。もっともっとピクピク。あ、ピクピクしすぎて部屋の外で飛び出した。どういうこと。ピクピクしすぎて飛び出した。え、あの看板読みて、動画がいて見えないじゃん、これ。どうすんだよ。何のために存在してる看板あれ。これ消すとなんか意味あるのかな。せっかくから消していくか。過ちを犯したならば金の花を鳴らせ。足場の種は始まりの場所に戻るだろう。親切。これを使ってあの看板一応読もうとも読めるのか。ここに置くと、あ、そっち流れるのね。あ、じゃあ読めるな。看板読み行こう。あ、多分投げた方向に向かって流れてるかな。分かった分かった。いや、右から投げたから左に流れてる。だから上からこうやって流すと下に流れてるんだろうな。理解した。理解が早い。パズル界意外にさ、最初心配してたけど、割とちゃんとできてはいるよね。パズルに関してはね。おめでとうございます。見事な不正解です。でしょうね。何の意味があんだよ、その看板はよ、じゃあ。リン。あ、戻ってきた。あ、これは足場を置くところ考えなきゃいけないから、単純にここ置いちゃえばいいんじゃないの？あの凹みに。あ、でも違うな。二個目以降は、いや、いいじゃん、いいじゃん。これいいじゃん。え、で全部、四つ全部使いそうだけどなぁ。あ、いけるんだ。え、四つ全部使わなくていけちゃう？あ、そっか、四つ並べなきゃいけないんだ。これさ、横一線じゃなくてもいいの？こういう。あ、ダメなんだ。横一列並べなきゃいけない。なるほど、ちょっとむずいじゃん。ということは、4マス。絶対必要だから、この列のどっかか。に並べなきゃいけない。むずいね。どうすんだろう。1、2、3。1、2、3、4。下から投げないんだよ。ここだ。賢い。賢すぎる。あ、この看板の意味が分かった。目印だ。ちょうどこの看板の位置だもんな。投げる位置が。これは正解でしょ。プルルル。え、急に電話。パピルス、お前電話持ってたんだ。どうして番号が分かったかって。ちょっと怖いよ。そんな簡単だ。1から順にボタンを押していったら繋がった。何通り？で、この世界の携帯電話番号は何桁なの？1から順にブルートフォースアタックして見つけたってことは多分2桁ぐらいじゃないかな。パピルスにできるってことは。にゃはは。今どんな格好してるの？変態。パンツの色聞いてるやつじゃん、それ。いや、友達に頼まれたから聞いてるんだけどね。また出たよ。友達のせいにするやつ。イマジナリーフレンドだな。貴様がお風呂の父を身につけてるのを見たって、その友達が言うんだ。あー、じゃあ、今まで出会った誰かか。それ本当？貴様は今、お風呂の父を身につけてるの？ちょっと興奮してる。めちゃめちゃ興奮してるじゃん、パピルス。なんと答える？つけてるよ。そうか、お風呂の父を身につけてるんだな。女の子のパンティーの色聞いた時の反応やん、それは。オッケー、あとは任せて。あとはどうする気だ、パピルス。俺のお風呂の父の姿を、イメージしながら何をするんだね。じゃあまたねー。つだから、パンティーの色でさ、妄想するやつと同じだよな。遠い昔、モンスターたちには夜空の星に願い事をする習慣があったの。心を込めて願えば叶うと言われていたのよ。結構長く喋れるな、お前。だけど今はいくら見上げたって、天井に光る石しか見えない。地底だもんね。
あ、これ光ってるの石なんだ。綺麗だな。願いの輪、重要な場所な感じするね。こんなにたくさんの人がお願いしてるんだから叶わないはずないよ。王様がちゃんと証明してくれるって。まあ、最後に言った言葉を繰り返すって言ってるけど、この花割とワード数多い。割と多分結構いい USB メモリー刺さってるな。もしくは SD カード、割と容量の多い SD カード刺さってる。何これ、ウォッシュはトイレか。ウォッシュはトイレ。オマル、オマルにゼンマイついてくるくる回ってる。よくわからねえ世界観が。ウォッシュは洗う、触る、ジョークを言う。まあ洗うがやっぱこいつのアイデンティティだろう。洗ってやろう、体を洗ってくれるよう頼んだ。嬉しそうに飛び跳ねている。あ、俺もその中に入って洗ってもらえるってこと。ピヨグリーンはグリーン。うおー、何それ。あ、グリーンはどうすんの。え、どういうこと。クリーンの遊び探している。え、グリーンはどうすんだよ。初めてだぞ。青は止まりだったよな。グリーンは動いて当たっても大丈夫みたいなのかな。回復しとこうかな。さすがに食らいすぎた。半分食べた。ゴシゴシっとな。うわ、磨かれる。おー、でも綺麗、綺麗っすね。早い、洗濯洗濯の匂いですね。やっぱ洗うかな。触ってみる。手を伸ばして触ろうとした。後ずさりしておくた。潔癖。汚い。そんなに汚らがるなよ。汚らがる。そんな不潔扱いしないでくれよ。アヒルちゃん、オシャのお友達だ。どうすんだろうな。やっぱひたすら洗うなのか。それかグリーンを集める的なのありそうじゃない。なんかあの野菜の時にさ、野菜拾わなきゃいけなかったじゃん。あれと同じでグリーンを拾うみたいな。グリーン来た、拾った。命がけ。ピザを水で洗うな。あ、いけるいける。これ見逃したいんだ。なるほど、グリーン拾えってことね。むずいて。だからね、お姉ちゃんも早くお願い事して。あ、俺女だったんだ。いや待て、違う違う、騙されるな。これは最後に聞いた言葉を繰り返す花だから、こいつに最後に話しかけた人がお姉ちゃんと一緒に来てたとか。推理ゲーになってる。いつか妹と一緒に本物のお星様を見られますように。そういうことだよな。ここに最後に来たのが姉妹だったのか。妹とお姉ちゃんで来てお祈りしたんだな。ボイケ覗いちゃう。覗こう。え、あ、綺麗。あ、何、覗ける。壁を調べて、何。あ、これレンズに書いてあるんだ。なるほど、壁を調べて。上の壁って書いてあったよな。まあ、上の壁行くか。星占いによると、今週の運勢は先週と同じようだ。これは、いつのフラワーなんでしょうね。今週って言われてもな。これ調べればいいよね。おー。さっきの望遠鏡調べないと開かないのかな。あ、ウォーターソーセージだ。ウォーターソーセージめっちゃ生えてる。壁一面に古代の文字が刻まれている。なんとか解読できそうだ。古代文字読めるの。人間とモンスターの戦争史。これずっと書かれてんのかな。人間はなぜモンスターを襲ったのか。彼らには脅威など存在しないかに思われた。人間は圧倒的な強さを持つ。全モンスターの魂を集結してようやく一人の人間の魂に匹敵するほど、その力の差は歴然としているんだ。そんなに人間強いんだ。魂の力が強いんだな。だが人間にも弱点が一つある。その弱点には皮肉にも彼らの魂の強さが関係している。人間の魂は死後も肉体を離れ存在し続けることが可能なんだ。それが何の弱点になるのか。このため人間を倒したモンスターはその魂を奪うことができた。モンスターが人間の魂を取り込めば底知れぬ力を持つ恐ろしい怪物となるのだ。なるほど、面白い設定ですね。ソウルイーターみたいな感じですね。奇妙な生き物の姿が描かれている。どっか見る者を不安にさせる絵だ。これが人間の魂を食らったモンスターの絵みたいなことかな。こっちなんか赤い。あ、水降りれんの。あ、降りれないんだ。ウォーターソーセージが調べられるかと思ったのにな。やっぱトリエルの家にあるウォーターソーセージ食うわけに。自動移動床。あ、戻れなくなっちゃ、戻れなくなっちまったよ。あ、また。このおしゃれな光。おしゃれ光当ててた。何？あ、アンダインの槍。
かっけー、え、うわー、おー、セットに入ってる。あー、めっちゃ避けやすい。アンダイさん、アンダイさん、ありがとうございます。めちゃめちゃ避けやすいけど、ウロスさん先進んでもいいのかな。進んだ、逃げるしかない。よく歩き、アンダイさん、カニ歩きとき、あーあー、そうなるか。ちょい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 、急すぎるよ、急すぎる。よいしょ、戦闘入ってからの槍の急すぎる。急に来るぞ。避けれねえよ、んなの。切なさ乱れ打ちみたいな、それは避けようね。仕方ないでしょ。よし、まだ来るの、まだ来てる、まだ来るよ。おい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 、隠れろ。え、飛んできてる。あ、終わった、ビビったー。いや、探しに来てる、探しに来てる。顔怖っ。歯みたいになってんじゃん。ね、やられた。あー、やっぱりな。おい、かわいそう。なんかそうなる予感したんだよ、お前。身代わりになりそうな感じが。にしても早かったな。え、さっきの子供は？恐竜の子。え、いないのか？ちょ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 。え、いない。調べらんねえ。ショッキングだったな、今のは。ショッキングが出てきた。あ、え、生きてる。やべえ、今の見た。おめえがやべえよ。アンダインに。触られたぜ。触られたどころのレベルじゃなかったよ、お前。眼球に突き刺さってたろ、アンダインが。アンダイン、お前の中入ってたよ。俺もう絶対顔洗わないもんね。お前ついてなかったな。あれ、顔握られただけだったのか。グラフィック的に俺、腕が、アンダインの手がぶっ刺さってるように見えたんだけど、お前の目ん玉に。もうちょっと左の方に立ってたら、ドストライクだったのに。あぶね。まあ、元気出せって。アンダインにきっとまた会えるよ。こいつ丈夫だな。よかったー。心配したわ、さすがに。一回切るか。緊迫してきたね、なかなかね。